マール・オベロンはインドのボンベイで生まれた映画女優。出生時の名前はエステール・メルロブライエン・トンプソン。一時期レスリー・ハワードと恋愛関係にあった。その後は何度か映画関係者と結婚している。父はインド駐在のイギリス軍人。母はインド王人。父と母は正式に結婚したわけではなく、彼女は母親に育てられた。 女優としてデビューしてから、彼女はインドとのハーフであるという出自をひた隠しにし、出身地をオーストラリアのタスマニア島とし、民族衣装サリーを身につける母を、知人に、使用人と偽っていた。気品と妖艶を兼ね備え、エキセントリックなキプジニや、歴史上の人物の役を得意とした。映画プロデューサーのアレクサンダー・コルダにより、ヘンリー・パスセイの私生活で、 残首刑となるオーヒィアンブーリン役に抜擢される。後、コルダと結婚。しかし、夫がありながらも、レズリー・ハワードと恋仲になり、彼との恋愛が終わっても、コルダの元へは帰らなかった。代表作は映画、嵐家級で、ヒロイン役を務め、ローレンス・オリビエと共演した。映画では、そのエキゾチックな美貌が十分に発揮されている。ジェットセッターとして有名で、大富豪や、 プレイボーイとの華やかな恋愛遍歴で知られた。美しい白い肌で知られるが彼女の本来の肌は茶褐色で常にメイクによって白くしていた。1940年にはそのファンデーションにより化粧品中毒とサルファ剤によるアレルギー反応を引き起こし皮膚専門医に治療を受けるようになる。晩年は肌を白くするファンデーションをやめており、本来の肌色でメディアの前に登場している。 ありがとうございます。